せーの、神聖な広場始まるよ。皆さんこんにちは。今回の出雲市広報番組市政の広場、元気いっぱいの子どもたちの映像からスタートしました。この番組は出雲市のまちづくりや取り組みなど様々な情報をできるだけタイムリーに分かりやすく市民の皆さんにお伝えする出雲市の広報番組です。番組では手話通訳もつけてお届けしてまいります。さて、出雲市では11月21日水曜日から出雲市立幼稚園の平成31年度4月入園の申し込みが始まりました。そこで今回は、幼稚園ってどんなところと題し、幼稚園の預かり保育制度や特色ある取り組みなど幼稚園の魅力を紹介していきます。スタジオには出雲市保育幼稚園課の山根龍介さん、内田夏樹さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、冒頭でもお伝えしたように、いよいよ出雲市立幼稚園の来年度の4月入園募集が始まりました。幼稚園に通わせようか、それとも保育園に通わせようか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで幼稚園についてよりよく知っていただくために、まず幼稚園とはどんな施設なのか山根さん教えてください。はい、最近は保育所を希望するご家庭が増えています。しかし幼稚園の預かり時間なども変わってきており、保育所とあまり変わらない時間の預かりを実施している幼稚園もあります。4月からの入園先選びのぜひ参考にしていただきたいですね。さて、出雲市内の公立幼稚園は全部で27園あります。出雲地域に17園、平田地域に2園、古陵地域に1園、大社地域に3園、氷川地域に4園です。幼児教育は学校教育のスタートです。遊びと集団生活を通して一人一人の良さと可能性を伸ばし、小学校以降の生活や学習の基盤を作ることを目的としています。幼稚園教育は小学校教育のスムーズなスタートを目指しているというわけですね。それでは実際の幼稚園の様子を見ていきたいと思います。今回は運動会を前に準備や練習を行う高松幼稚園にお邪魔しました。運動会の目的は、高松幼稚園では1番が全身を十分に動かして遊ぶことで、2番が一緒っていう思いを感じさせること、3番が勝ったり負けたり、お友達を応援したり、そういういろんな感情体験をさせることっていうことに目標を置いてますので、競技があります、それに向かって練習しますっていう段階じゃなくて、もうみんなでいっぱいいっぱい体を動かして、その中から競技になるように先生と子どもが一緒になって構成していくっていうのを大事にしてますから、すごくロングなスパンで計画を立てて実践しています。子どもたちが自主的に取り組んでいるという様子が印象的でした。はい、ですので、去年これやったから今年もこれっていうのはうちではなくて、例えば去年の年長の競技だと神楽に興味のある子たちだったので、オロチをつないでいく競技だったり、そういう形でしてたので、毎年毎年担任と一緒に競技を考え出すっていうことをやってます。例えば年中さんの蜘蛛の巣をモチーフにした競技、あれはどんなふうにして生まれたんですか？もともとはひまわり の種取りをして、でも茎だけになったので、その茎を抜いて置いといたらビールケースのところに渡して、でそこをジャンプするっていうことをやってました。でそのジャンプしてたところで、落ちるし、そのひまわりの茎が、
それでもそれが変えてよかったみたいでやってたんですけど、それを見た担任がちょっと面白い遊びになりそうだなっていうことで、今度はビールケースにゴムをつけてまず部屋の中でやってみたら大盛り上がり で縦横無尽に渡したゴムをあの蜘蛛の巣に見立てて遊び始めて、そこから蜘蛛とそれからあの虫たちの追いかけっこになっていったっていうところです。年長さんの方はどうでしょう。年長は一学期からずっと転がす遊びをやっていて、でいろんなボールをあのゴルフボール、ピンポン玉、それからゴムボール、そういうのをいろいろやって転がり方を確かめたりしていたんですけど、その中からつながりでお庭で、溝のところでボールを蹴って転がるところをもう今度自分たちがそのコースじゃなくて庭にあるコースを使って遊び始めて、でいろんなボールをまた担任が用意しておいたと。そしたらドッジボールになったりバレーボールになったり野球になったりしていったので、それを競技に入れたいなということで今日のような競技が出来上がりました。ということはその子どもの自由な発想が十分に生かされているということになるんでしょうか。それが多分幼児教育の根っこだと私たちは思っているので、子どもの中から子どもの中からっていうことを念頭に置いて毎日子どもを見てます。幼稚園教育の魅力を感じることができる映像だったと思います。いやしかし幼稚園は預かり時間が短くて、仕事をしながら子育てをしている家庭にとっては実際問題として通わせるのは難しいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。幼稚園では保護者のニーズに対応するため通常の教育時間は朝8時30分から14時30分ですが、現在は発達幼稚園を除くすべての園で一時預かり授業、いわゆる預かり保育を実施しています。幼稚園の1日についてこの表をご覧ください。青の部分、8時30分から14時30分が通常の時間になります。朝登園し、朝の会、学級活動、給食、清掃、終わりの会などをして1日を過ごします。ピンクの部分が一時預かりになります。現在最長で7時30分から18時30分の預かり保育を実施する園が14園、14時30分から16時30分の園も12園あります。なお来年度から7時30分から18時30分の預かり保育を実施する園を1園増やし15園になります。例えば夏休みや冬休みといった長期のお休みの時はどうなりますか。はい、夏休み等の長期休業中についても平日と同じように預かり保育を実施しています。さあそれでは実際の預かり保育の様子を取材しました。こちらをご覧ください。うちの幼稚園では早朝だけを利用する方、それから午後の預かりを利用する方、それから朝と午後両方を利用する方の3つのパターンがあります。はい、今日は午後からの預かりの様子を見させていただきましたけど、はい、まず子どもたちはお昼寝をするんですね。そうですね、午前中5時間保育があるんですけど、その間本当に思いっきり体を動かして遊んでいますので、給食が終わった後ほっとしたところで少し体がこう休みたいなっていう子どもたちもいると思うので、一応昼寝の時間を設けて体を休めたり心を休めたりするようにしています。はい、お昼寝から目が覚めるとおやつタイムですね。はい、そうですね、市販のお菓子を準備することもあるんですけれど、一つは午後の活動のエネルギー源になるようなもの、あるいは季節を感じられるようなものとその担当者が考えて準備しています。はい、やはり預かり保育の中で何を楽しみにするかっていうのは
おやつがあるっていうことがすごく子どもたちにとっては弾みになっていて、何かそれをあの体験する、一緒にみんなと食事をするっていうのが和気あいあいとした雰囲気を醸し出して、一緒にいることの楽しさになってるんじゃないかなと思います。はい、私の園は 3,4,5 が一緒に預かりをしているので、年長さんの遊びを真似っこしてみたり、それから年長さんはちょっと難しそうにしている年少さんを手伝ってあげたりっていう関わりもあって、何かクラスで の, あの友達との関わりと違った仲の良さを、育んでるんじゃないかなというふうに思います。はい、どのぐらいの割合で利用してますか？もう仕事をしているので、もう仕事をしているときはもうほとんどなので、もうほぼ毎日あの月曜日から金曜日まで預かりにあのお世話になってます。こういう預かり保育という制度があることについてどう思われますか？もうとってもいいと思います。助かってます。はい、幼稚園入る前まではこの預かり保育っていうのがあるのを知らなかったので、あることを知ってはすごく便利だなと思って活用させてもらってます。保護者の方からも大変好評のようですね。ところで保育料は保育所と比べてどうなっているんでしょうか？幼稚園の利用者負担額は7時30分から18時30分まで幼稚園に預けた場合、保育所利用とほぼ同程度の負担で利用していただける料金設定をしています。なお幼稚園の利用者負担額の内訳ですが、通常の保育料がこちらになります。また給食費が月額およそ4500円かかります。こちらが預かり保育の1回あたりの利用料を示した表になります。利用される時間帯によって料金が異なります。保育料に関してなんですけど、来年10月から幼児教育無償化が始まるといった報道もありますよね。そうですね、3歳から5歳児の保育料は無料になる予定です。しかし今のところ国の方針がはっきり決まっていない部分もありますので、詳細が決まり次第随時窓口や出雲市のホームページを通してお知らせします。無償化が始まりますと保護者の負担がより軽減されることになりますね。さて、それではここからは幼稚園の特色ある活動について紹介していきます。今回はどういった取り組みを紹介していただけますか？幼稚園には自主企画特別授業があり、各幼稚園がそれぞれ地域の方や教育施設などと連携した活動を行っています。取り組みの一部を紹介いたします。まず荒木幼稚園の取り組みを紹介します。荒木幼稚園では地域の特産物であるぶどう作りについて興味を持って、5月からぶどう作りの作業を見学したり、栽培の仕方について説明を聞いたりしながら継続した活動を続けています。収穫までぶどうを生育する様子を観察する中で、その過程や変化に気づき自分なりの発見を持ちます。写真は6月にぶどうの色が少し紫に変わっていることに驚いている様子です。こちらはふかふかの土は堆肥といってぶどうのご飯になること、水やりをすると土をふかふかにしてくれるミミズやダンゴムシが増えることなど、土と虫の関係について大切なことを教えていただいている様子です。9月には年中児の皆さんがぶどう農家さんと一緒に収穫をしました。園児たちはぶどうのずっしりとした重さや育ったぶどうの甘さに驚いていました。せーの、よいしょ。上手だね。せーの、頑張れ。切れるかな、両手で。よいしょ、切れた、上手。どんなとこが楽しかったですか？待つところ、ハサミが綺
できるとこが楽しかったです。あのぶどうを切るときが楽しかった。最初はこんな色じゃなかったの？何色だったの？緑だった。今は何色になってますか？紫です。美味しいぶどうになったよっていうことかな。じゃあこの後食べるの楽しみだね。みんなで、ワクワクします。いただきます。テゼンさんはどういうきっかけで子どもたちと関わるようになったんですか？はい、私の娘が今から8年ぐらい前に、通ってまして、で当時私愛育会の会長をしておりまして、でその頃園長先生がですね、せっかくこの特産であるブドウをやってるし、ハウスが幼稚園の前にあるからちょっといっぺん遊びに来させてくれと、それがきっかけですね。はい、子どもたちと接する中でどんなことを感じてますか？地域の特産であるブドウに親しんでほしいのと、それからこの中から一人でもブドウの後継者が出てくると嬉しいなと思いでやってますね。はい、地域の宝というか、子どもがいるから賑やかで、みんなが協力し合ってという地域ができると思いますね。幼稚園からお願いされる限りはこっちも対応していきたいと思います。はい、よかったね。園児たちは収穫だけを楽しむのではなくて、ブドウが成長する様子や地域の特産物であるということも学んでるんですね。さあ、それではその他どのような取り組みがありますか？出雲科学館と連携した取り組みも行っています。幼稚園理科体験学習として平成25年度から始まり、今年で6年目になります。今年度は3園に実施しました。園児たちが実際に触れ体験することで、園児の自ら考えようとする力を育てたり、小学校以降の生活や学習の基盤を育むことなどを目的に続けています。年ごとにテーマが違うということなんですが、今年はどういったテーマで行われたんでしょうか？今年のテーマは水、雪、氷です。園児たちが普段から遊んでいる身近なこの題材を用いて開催しました。園児たちは春夏に幼稚園でたくさん水遊びをします。秋冬になると寒くなり、水が姿を変えた雪や氷に園児たちの関心が高まります。実験やものづくりを通して子どもたちがどうしてと疑問に思い、なんでだろうと考え、やってみたい、試したいという意欲を高め、園児の感性を伸ばします。そーっと置いてみてください。今日の理科体験学習で何か面白かったですか？針金が浮かぶのが、もっと勉強したいと思った？うん。お家の人に教えてあげたいことはあった？うん、ギリギリまで、ね、水を入れたこと教えてあげたい。ギリギリまでお水入れたらどんな風になったっけ？膨らんだ。お家の人にもぜひ教えてあげてください。はい、何が面白かったですか？1円玉とか浮かべて面白かった。もっとお勉強してみたいと思った。思いました。帰ったらお家の人にはどんなお話をしてあげますか？1円玉とか浮かべて面白かったとかお話ししてあげたい。お家でもやってみたい？やってみたい。科学館にも行ってみたいなって思った？思います。
子どもが理科を体験することの意味ってどういうところにあるんでしょう。そうですね、あの理科っていう科目自体は小学校3年生からではありますけど、あの我々の身の回りにはあの科学的な現象っていうのはありふれてますので、まあ、そういった意味では幼稚園の頃からまあ理科科学っていうのに触れる機会っていうのは非常に有効なことかなと思います。今日はあの子どもたちの反応はいかがでしたか。いや、あの思った以上に実験を楽しんでくれたようで良かったです。実験としてはもう見てわかること、あとは触って感じられるものっていうのをあのメインにできるようにっていうのは考えて作ってます。やっぱり身の回り の, あのちょっとしたことにも気づけるような、まあ、そういう科学する心を育んでもらえればと思います。やっぱり小さい子どもたちでもいろんなことを触れたり学んだりするのって楽しいんだなっていうのが伝わってきましたよね。はい、あの特色ある活動を紹介していただきました。ところで幼稚園はこういったさまざまな魅力をどんな方法で PR しているんでしょうか。幼稚園 PR イベントみんな集まれワクワク幼稚園を開催しています。今年で3回目になりますが、就学前のお子さんを対象に出雲市の公立幼稚園で楽しんでいる遊びを紹介し、体全体を使って親子で楽しんでもらいました。またこちらも3年目になりますが、出雲市内の保育所と一緒に保育所幼稚園 PR パネル展を開催しています。今年も12月3日月曜日から1月15日火曜日まで夢タウン出雲の南側連絡通路で行います。ぜひお立ち寄りください。なおこの内容は出産育児に関する総合イベント島根子育てフェス in 出雲でもご覧いただけます。このイベントは12月1日土曜日9時30分から16時30分まで出雲ドームで行われます。こちらもお楽しみください。さあ、それではここで幼稚園教育について島根県幼稚園教育研究会会長の高松幼稚園の岸園長にお話を伺いました。こちらをご覧ください。やっぱり幼児理解が一番だと思うんです。でその子の見方一つでその子との距離が変わってくるので、全園児を全職員で育てるっていう感じで、一人の子どもでもいろんな見方ができますので、子どもを語る会とかそういうのを通してできるだけたくさんの目で見て互いに理解を深め合おうという姿勢でやっています。いわゆる幼児教育は人間を一本の木に例えるとその根っこの部分のを育てる教育だって言われています。ストレスだけを与えて頑張らせるっていうのは今のこの3歳4歳5歳の子どもたちの発達にそぐわない。やっぱり小さければ小さいほど好きなことを十分に楽しむ中でいろんな力を身につけるっていうことが大事だって言われていますているし、まあ、心理学的にもそういうふうになってます。なので好きな遊びを通してその好きな遊びを達成したいがためにお友達を呼ぶ、それからお友達と話し合う、ちょっと自分のやりたいことを抑えてみる、で悔しかってもいっぺんお家へ帰ってお母さんやお父さんやいろんな家族と話してまた気持ちを切り替えて次の日に来る、そういうことがサイクルができるように保育を進めています。幼稚園教育についてのお話をお聞きいただきました。では最後に今後の予定について教えてください。平成31年度入園申し込みの受付を11月21日水曜日から開始しています。各幼稚園に直接お申し込みください。なお申し込み書類は幼稚園出雲市役所保育幼稚園課各支所の窓口に設置しています。
幼稚園に関するお問い合わせはこちらです。では最後になりますが、お二人に一言ずつコメントをいただきたいと思います。まず山根さん、お願いします。はい、皆さんのニーズに合わせて利用しやすい幼稚園になっていますので、ぜひ申し込みをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。続いて内田さん、よろしくお願いします。今日は一部の幼稚園の紹介しかできませんでしたが、それぞれの幼稚園で地域の方と一緒に特色のある活動を行っています。ぜひ幼稚園への入園をご検討ください。今回の市政の広場は、幼稚園ってどんなところと題して、幼稚園の生活や預かり保育、特色ある取り組みなど幼稚園の魅力をご紹介しました。お話は出雲市保育幼稚園課の山根龍介さん、内田夏樹さんでした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、里見香奈です。里見咲です。私たちは姉妹で出雲市出身の将棋の女流棋士です。そして今、出雲文化伝承館に来ております。はい、私は毎年この出雲文化伝承館で対局をしております。ここではいろんな思い出がありますよね。大阪にずっと暮らしていると出雲そばがすごく食べたくなるんですよね。ああ、私もたこ焼きが好きだったんですけど、大阪に行ってからはもう出雲そばがすごい恋しいです。そばなら何でもいいっていうわけじゃなくて、やっぱり出雲そばでちょっと、腰のある、あの割り子そばの三段のやつが、そうですよね。あとはしじみ、新宿が島根といえばって思われがちなんですが、実は出雲にもあるんですよね。はい、人材子さんのしじみはすごく大きくて美味しいですね。やっぱり大きい身が私すごく好きなんですが、どうですか？はい、皆さんにもおすすめしたいですね。はい、稲佐の浜に、昔よくお母さんと3人で行きました。そうですね、行きましたね。貝拾いをしましたすごく、桜貝がすごく綺麗なのを覚えています。集めて瓶に入れてっていうのを覚えてるんですけど旧大社駅の近くに将棋の道場があって、もう毎週土日通ってました。で、後に私も通い始めたんですけど、やっぱりすごく大事な時期といいますか、思い出に残ってる時期ですよね。本当に大社の街並みは頭に焼き付いてますね。高校時代から一人で出雲大社に週1回ぐらい行ってたんですけど、初耳ですね行ってなかったかもしれないですね。もうすごく落ち着いて心が浄化されるというか。何を目的に行ってたんですか？やっぱり対局前だったりとか、集中力が欠けてしまったりした時に心を落ち着かせるために行ったりとかはすごくして、皆さんにもぜひ行っていただきたいと思っております。はい、おすすめしたいですね。はい、周りの人もやっぱりすごく温かくて、本当に全然知らない人でも困っていたらお互い助け合いがすごくあると思うんですよね。そしてやっぱり空気が何よりも一番きれい、そして水もとにかく美味しい、もう水道水でもすごく美味しいので、出雲への思いは人一倍強いつもりなんですけどいや、それ以上に強くてなんというか、もう本当に高校の時でも知らないおばちゃんがちょっとおいでおいでって家に上がってお茶飲んでおいて、あ、聞いたことあります言われた思い出があって、もう本当に今大阪で一人暮らししてるんですけど、すごく帰りたいなって、出雲のこう自然にの風を感じたいなと思うので、本当に出雲にまだ行ったことないっていう方がいれば、何が有名、どこに行ってほしいっていうのはないんですけど、とにかくこの場所に来て、この出雲の空気を感じて、おいしいお水を飲んでほしいなと思います。同感です。はいやっぱり出雲に帰ってくると落ち着きますね。はい、今ちょっと微妙に虫の声も聞こえてるんですけども、本当に風も心地いいですね。そうですね、
皆さんも出雲そばを食べて、そして、出雲大社にもお参りされてみてはいかがでしょうか。はい、ぜひ皆さんお越しください。